皆さんこんにちは、ブッディモンキーレンジの時間です。今回はシェイプレイヤー入門第8回ということで、シェイプレイヤーの属性について紹介したいと思います。属性とはシェイプやパスに変化を加えることができる追加項目です。以前に紹介したパスの結合やパスのトリミング、リピーターなども属性に分類されます。様々な効果があり、設定項目が多くて大変なものもありますが、それらを把握することで皆様の作品や仕事で役に立ってくれるはずです。では早速行ってみましょう。属性の効果を見ていきましょう。適当なコンポジションを用意し、シェイプレイヤーを作成しました。では属性を追加していきましょう。属性の追加はパスのトリミングやリピーターなどと同じです。レイヤーを展開して追加から選択することができます。ではそれぞれの効果を見ていきましょう。まずはパンク膨張です。この属性を追加すると量というプロパティが追加されます。この量の値を変化させることでパスが変形します。変形はパスのポイントを基準として行われます。マイナスの値になるほど、パスのポイントを外側に引っ張り、それ以外を内側に引き寄せるような変形となります。プラスの場合は逆で、パスのポイントは内側へ引き寄せられ、それ以外は外側に押し出される形になります。なかなか特徴的な形状に変化するので面白いです。私はサムネイルなどでよくキラキラとしたイメージを演出するためにパンク膨張を使用しています。散りばめると可愛い印象を作ることができます。次の属性を見ていきましょう。角を丸くする。これは名前の通りパスの角となっている箇所を丸くすることができます。半径の値が高いほど丸みを帯びます。パスの性質によっても形状が変化するので、こちらも変わった形状を作るのに役立ちます。旋回。回転させて形状を変化させる属性です。エフェクトの回転とよく似た機能になります。中心に近いほど大きく回転し、離れるほど効果が薄まります。中心の基準は中央というプロパティで設定することができます。渦のような形状を作ったり、他の属性と組み合わせて使用しても面白い結果になります。次、パスのウィグル。パスのウィグルでは、パスに対して連続したランダムな動きを加えることができます。パラメータ次第では、プリッとした柔らかい印象を与えることも可能です。項目が非常に多いですが、一つ一つ見ていきましょう。まず、サイズ。サイズは動きの変化量を調整する項目です。値が大きいほどパスの動きも大きくなります。ディテールはギザギザの密度の調整項目です。値を上げるほど密度が高まり、ギザギザが増えます。次にポイント。こちらは直線的にか滑らかにのどちらかを選択できます。直線的にの場合、パスの形状はギザギザになり、滑らかにを選択するとパスの形状も滑らかに変形します。こちらは用途に合わせて設定してみてください。ウィグルスラッシュ秒。こちらは動きの変化を秒単位で指定する項目です。値が高いほど秒間の動きが速くなります。シンプルな項目ですが注意点があります。こちらの項目にキーフレームを打つと、停止したキーフレームとなります。本来アフターエフェクツではキーフレームとキーフレームの間は動きが保管されますが、停止したキーフレームでは保管がされず、停止したキーフレームが設定された時間に来るまで値が切り替わりません。つまり、ウィグルの動きを緩やかな動きから速い動きに徐々に切り替わるといったアニメーションをつけたいなとなった場合に、このウィグル秒の項目で行うことはできません。ウィグルの動きに緩急をつけたい場合は、後ほど解説する時間的フェーズを使用します。では次に、相関性。各頂点の動きのつながりを調整します。
値が高いほど隣り合う頂点の動きに依存するようになります。隣り合った頂点の動きの関係性が高くなるといった感じです。 100% にした場合、すべての頂点が同じ動きとなります。それぞれの頂点の動きが緩やかな変化であってほしい場合は、値を高く設定し、各頂点の動きをバラバラにし、ランダム感が欲しい場合は、パーセンテージを低くすると良さそうです。時間的フェーズ。こちらは時間を進めたり戻したりが可能な項目です。ウィグル秒の項目に0以外の数値が入っていると、自動でアニメーションしますが、値を0にして、時間的フェーズの値をコントロールすることで、時間による動きを自由に操ることができるので、緩急も作ることができます。詳細に動きをつけたい場合は活用しましょう。空間的フェーズ。各頂点単位の動きのフェーズを変化させる項目です。この項目をアニメーションさせることで、ウィグルの動きをスライドさせるような動きを作ることができます。ランダムシード。ランダムシードは、ウィグルの動きを不規則に変化させる項目です。ウィグルなどの機能は、レイヤーを複製したりすると、各項目の値は同じはずなのに、結果が変わってしまいます。複製後も全く同じ挙動にしたい場合は、ランダムシードの値を0以外で揃える必要があります。0以外の数値にして複製すると、同じ動きで複製することが可能になります。これで、パスのウィグル、の各項目については以上です。パスのウィグルを使用すると、こういった柔らかい印象を持つアニメーションを作成したり、線を波打たせたりと様々なアニメーションに活用することができます。調整する項目は多いですが、各項目の意味を知り、変化を楽しんで動きをつけてみてください。では、次の属性を見ていきましょう。トランスフォームのウィグル。こちらは、位置やスケール、回転といったトランスフォームに対して、ランダムに連続した動きを加える属性になります。項目は、パスのウィグルと同じような意味合いですので、説明を省きます。パスのウィグルにはない項目として、トランスフォームがあります。このトランスフォームにある各項目に数値を入れることで、設定した数値の範囲内でウィグルさせることができます。トランスフォームのウィグルは、リピーターとの相性がいいので、後ほど試してみましょう。最後に、ジグザグです。名前の通り、パスを一定のサイズで、連続したジグザグの形状に変化させる属性です。サイズでジグザグの山と谷のサイズを変更し、セグメントごとの折り返しで、ジグザグの折り返しの数を調整できます。ポイントでは、直線的に、か、滑らかにの2種類から選択することが可能です。シェイプレイヤーの属性は非常に種類が多いですが、その分属性の理解を深めることができれば、様々な表現に利用していくことができるほか、属性同士を組み合わせて使用することで、さらに表現の幅を広げることにもつながります。では実際に属性を使った作例を作っていきましょう。今回はリピーターとの相性がいい、トランスフォームのウィグルを使用して、こういったアニメーションを作成してみたいと思います。一見複雑そうな動きでも、シェイプレイヤー一つで完結できるものになっています。では早速作ってみましょう。真偽コンポジションを作成します。幅1920、高さ1080にし、フレームレートは30、デュレーションは4秒としておきます。背景を作成しましょう。コントロール Y で新規平面を作成します。好みの色にするか、後ほどエフェクトなどで色を加えても OK です。背景が作成できたら動かないようにロックしておきます。では、楕円形ツールに切り替えます。塗りをオフにして線をオンにします。線幅は10としておきます。楕円形ツールをダブルクリックしてシェイプレイヤーを作成します。作成したシェイプレイヤーを展開してサイズを調整しましょう。私は X 軸と Y 軸ともに24としておきます。ではコンテンツを選択した状態でリピーターを追加しましょう。追加できたらリピーターを展開して項目を調整していきます。コピー数を4に変更します。オフセットをマイナス 1.5 にして
画面の中央に配置されるように調整しておきます。では、リピーターを選択した状態で、コントロール D を押して複製します。複製されたリピーター2を展開して項目を調整していきます。トランスフォームリピーターの中にある位置を X を0にし、Y を100に変更します。これで円形が四角形の形状に配置されました。では、コンテンツを選択した状態で、トランスフォームのウィグルを追加します。追加されましたが、このままでは問題があります。プリコンポーズの回でもお話しした、アフターエフェクツの合成処理の順番を思い出してください。今の状態だと、順番的にトランスフォームのウィグルの後にリピーターが処理されます。処理の順番によって見た目は変化してしまいます。今回の場合は、リピーターの後にトランスフォームのウィグルが処理される必要があります。順番を変更しておきましょう。トランスフォームのウィグルを一番下に移動しておきます。シェイプレイヤーで属性を追加するときに注意する点として、リピーターが開けられます。というのも、リピーターは常にグループの最後に追加される仕様になっています。リピーターを先に追加していたとしても、後から追加する属性がリピーターの前に合成されるように配置されますので、追加する属性の順番には気をつけましょう。トランスフォームのウィグルを展開して項目を調整していきましょう。動きとしては、それぞれの円形がサイズを変化させながら、ゆらゆらと移動してほしいので、位置とスケールに値を入れます。位置をどちらも20にします。スケールは60としておきます。この辺は動きを見ながら好みに合わせて変動させてみてください。次に相関性を調整しましょう。相関性は値が上がるほど他の円形と動きが連動するようになります。円形の動きはバラバラにしておきたいので、相関性を 0% にします。一度再生してみましょう。動きの速度は、ウィグル秒の値で調整してみてください。では、リピーターの項目を使ってアニメーションをつけていきましょう。まずは、画面の外から円形が集まってくるアニメーションをつけます。リピーター1のトランスフォームリピーターにある位置にキーフレームを打ちます。Y 軸をドラッグして、円形が画面外に消えるように調整します。調整できたら、1秒時間を進めて、Y 軸を0にして、円形を中央に戻します。では次に、円形が外側に広がるアニメーションを作成します。リピーター2のトランスフォームリピーターにある位置にもキーフレームを打ちます。1秒フレームを進めて、リピーター2にある位置の Y 軸を250に変更します。次にリピーター1にある位置の X 軸を250に変更します。これで外側に広がるアニメーションが完成しました。最後に円形が左右へ消えていく動きをつけていきます。開始から3秒のところに時間を合わせて、リピーター2の位置の X 軸をドラッグして、円形が画面の外に消えるように調整します。調整できたら、すべてのキーフレームを選択して、キーフレーム速度の影響を調整して、換気をつけておきます。再生してみましょう。大まかな動きはこれで完成しました。あとは動きの流れに合わせて、パスのトリミングを使用したラインアニメーションや、シェイプアニメーションを追加したり、トラックマットを利用してテキストを表示させたりして、さらにアニメーションを作っていってみてください。作り方がわからないという方は、パスのトリミングやトラックマットなどについては以前に詳しく解説しているので、動画を見ていただけると簡単に作れるようになると思います。今回は以上となります。いかがだったでしょうか？今回はシェイプレイヤーの属性について紹介し、作例を一つ作ってみました。種類も豊富で中には設定項目が多く大変なものもありますが、各項目についても今回紹介しているので、あとは実際に値を変動させながら変化を確認して理解を深めていきましょう。使いこなせるようになると、一
一味違ったシェイプアニメーションの作成ができるようになるはずです。ではまたお会いしましょう。さようなら。